10レースの犬吠埼特別からご覧いただくことにいたします。4歳以上900万下のハンデキャップレース、芝の1800メートルにご覧の7頭立て、まあ、2番トップハンデ 56.5 キロを制ますウィル軍団が一番人気に押されております。実況席の解説はいつもおなじみ大川圭次郎さんです。大川さん、このレースなんですが、ウィル軍団が、まあ、トップハンデながら安定した堅実な成績から一番人気に押されておりますが。そうですね、あの1800が一番この馬にいいんじゃないかなと思っておりますしね、はい。ハンデといってもそんなに重くないですからね、これがやはりローカルの競馬から中心というところですが、はい、私はねこのレオランボーという馬がね、4番のレオランボー、はい、これが結構やれそうな気がしてると思うんですがね、そうですか。私はこの馬は割と買ってるんです。金沢の公営から来た馬ですがね、はい。そのレオランボーは前走中央入り3戦目で勝利を挙げております。さあ正面スタンド前からのスタートです。そのレオランボー収まりまして、ウィル軍団人気馬も収まって一番最後6番の時のイレブンです。7頭枠入りが完了しました。犬吠埼特別です。ゲート開いてスタートを切りました。7頭揃った綺麗なスタートです。1番人気岡部幸男、2番のウィル軍団が行こうとしましたが、これをかわして7番の高一点社交リボンであります。先手を取りましたのが7番の社交リボン。1番人気のウィル軍団2番手に控えました。3番手6番の時のイレブン、ちょっと外側に膨れました時のイレブン、白い帽子1番の鈴オーエンス、そして3番の同冠シーマー、後ろから2頭目が明治グリーン、そして1番最後から4番のレオランボー。1コーナーから2コーナーに向かっていく7頭であります。先頭は7番の社交リボンが立ちました。高 1.52 キロであります。その後ろ2番のウィル軍団トップハンド岡部2番手に控えました。そして白い帽子1番の鈴オーエンス、ちょっと持っていかれています。さらに3番の同冠シーマーが4番手、そして6番の時のイレブン明治グリーン、4番のレオランボー。ちょっと馬順の入れ替わりが激しい向こう上面でありますが、やや落ち着きを取り戻しつつあります。先頭7番の社交リボンは変わっていません。そして人気のウィル軍団終始2番手であります。3番手1番の鈴オーエンス、その後ろから同冠シーマー、4番手明治グリーン、時のイレブン、そしてレオランボー、青い帽子がスーッと上がっていく構えを見せております。3コーナーのカーブ、先頭からしんがりまで7頭、5馬身から6馬身、それほど差がありません。依然として7番の社交リボンが先頭であります。そしてウィル軍団2番手、外目から白い帽子鈴オーエンスが3番手から2番手を伺います。同冠シーマー、明治グリーン、そして4番のレオランボー、1番最後6番の時のイレブン。残り 400m を切りました。さあ直線での戦い合いとなりそうであります。さあ早くも人気のウィル軍団で先頭に立ったか、1番の鈴オーエンス粘っている。さあ鈴オーエンスもいい足でやってきた。残り 200m を切りました。大外から4番のレオランボーもいい足で突っ込んでくる。さあウィル軍団、そして鈴オーエンス、大外から4番のレオランボー、大外から4番のレオランボー、1番の鈴オーエンス、ウィル軍団に待って、外から4番のレオランボーはどうだ。勝ったのは1番の鈴オーエンス、2着は内2番のウィル軍団、外から追い込んだ4番のレオランボーでありますが、勝ちましたのは1番の鈴オーエンスであります。